リゼロから始めるタクシードライバー生活、地名が難しいということで、はい、トンくんです。よろしくお願いいたします。今日はですね、僕がタクシードライバーで仕事している中で、一番苦労していること、やっぱりチリなんですよ。はい、やっぱりチリです。はい。で、やっぱりどうしてもナビをね、ずっと使ってるんですけども、そのナビを入れるにしても結構難しいところがあって、というのがお客様にどこどこ行ってって言われた時に、全くわからない地名だった場合、ナビを入れようとしても出てこない。要はね、漢字がね、わかんなかったりするんですよ。よくね、YouTube とか、ネット上にでもよくあるのが、大阪の難読地名、難読駅名っていうようなものがあるとは思うんですけども、それもね、よく見てると、僕もね、たまに見てるんですけど、それは大阪に住んでたらわかるなっていうものがやっぱ多かったりとか、あとは逆に、こんな地名あるけど、これ全然紹介されへんなーっていうのもあったりするんです。で、僕が実際に仕事をやってて、最初に、あ、そうやって読むんやって、ちょっとびっくりしたところとか、あります。何個かありますので、そういったものを紹介していきたいと思います。中には、今現在ね、タクシードライバーで働いてる方とか、その辺のことよく知ってる方であれば、いや、そら読めるやろ、みたいな、地名もあるとは思うんですけども、実際に僕はね、全く、ちょっと、分からなかった地名とかよいっぱいありますので、そのうちの一部をちょっと紹介させてもらいたいと思います。はい。ということで、まずですね、そういうサイトとか見てると、大概よく出てくる地名っていうのはあるんですよ。さすがにそれは僕も読めるなってやつ。はい。そういったものが、例えばこれなんですけども、これは読めますよね。重曹ですよね。はい。あと、他にもそういったものいっぱいあるんです。例えば、こちら。はい。これもね、大阪の人やったら多分読めるんですよ。花店ですよね。はい。花店中古車センターの花店ですよね。ね。他にもね、あるのがこういったもの。はい。これも、読めますよね。大阪に住んでたら、綺麗売り割りとかね。多分これ大阪に全くゆかりのない人であれば、結構難しい土地名やと思うんですよ。重曹も13って書いて、重曹って、あんまり多分大阪に全く住んだことがない方やったら読めないかなと思うんですけども、そういったものは読めるんですよね。はい。ね。あとは、大阪に住んでても、ちょっとこれ、これなんて読むんやろっていうのが、あったりすると思います。で、僕はちょっと結構ずっと北摂の方に住んでたので、読めるんですけども、例えばこちらなんですが、これわかるでしょうか。はい。3、2、1。はい。これ、三手島と読みますね。はい。西淀川区にあります。ね。あともう一個こちら。はい。これ。はい。これも僕はもともとこの辺はよく知ってたので読めるんですけども。はい。どうでしょうか。はい。こちらですね。国島と呼びますね。これは芝島ではないですね。はい。国島です。東淀川区にあります。といったものがありますよね。で、あとね、他にもこれもね、この辺に知り合いがいたので僕は昔から読めたっていうものがあるんですけども、例えばこちら。はい。これはですね、熊田。って思いますよね。はい。これは何区やったかな、東住吉区かな、はい。にある熊田というところですね。これは天王寺の方からずっと降りていくと、熊田っていう交差点がございます。結構ややこしい交差点なんで、僕は昔からしてたんですが、これも知らないっていう人もたまにはいるかなとは思います。はい。で、次がこちら。はい、これ駅名なんですけども、これはね、よく紹介されてるんですよ。難読地名でね。ただ、僕はこの駅名を見たときに、これなんて読むのという感じでした。これは野江内院台と読むんですけども、これは谷町線かどっかの駅名になってるんかな。はい。こちらも僕は最初はね、全く読めませんでした。はい。そんな感じで全く読めなかった。僕が最初にね、よく、ここからはですね、よくお客さんによく言われる、地名なんですけど、最初ね、本当にわからなかったっていう地名です。はい。それではこちら。はい。これはですね、市議のと読みますね。こちら、城東区かな、はい、にあります。はい、市議のというところですね。これね、よく僕が、どこら辺かな、大阪市の土佐堀通りとかあの辺走ってるとお客さんによく言われるんですよ、この地名。で、初めて言われた時ね、僕ね、分かんなかったんですよ、これ。市議のって言われて。で、市議のって
ナビで入れようとしても、漢字がわかんなくて、結局お客さんに、まあ、聞いてなんとか大丈夫やったんですけども、やっぱりそういうことがよくあった地名ですね。市議のですね。市議の東とかね、いうとかですね。はい。はい。で、次がこちらのこの漢字。これは、大阪市ではないんですけども、これは僕が初めてこの交差点名を見たときに、これなんて読むんだって思った地名です。はい、こちら。これあんまり紹介してる動画あんまり見たことないんですけど、全く読めなかったんですよ。はい、これね、ミクリアと読みます。東大阪市にある地名ですね。はい、これは読めなかったですね。あんまりこれミクリアに行ってって言われることは少ないんですけども、まあ、東大阪市の方にある地名ですね。他にね、僕がびっくりした読み方っていうのがこちら。これ駅名なんですけども、はい、これ普通に僕ね、読み方何の疑いもなく川堀口で呼んでました。川堀という地名ありますからね、天王寺の近くにね。で、その天王寺の近くにある駅なんですけど、普通に川堀口で呼んでました。お客さんに言われて初めて知ったんですけど、こぼれ口って読むんですね。これ、ね、こぼれ口とは読まんでしょうって思いながら聞いてたんですけども、こぼれ口と読みます。はい。はい。で、次がですね、これはね、お客さんにも何回か、お客さんもこれなんて読むかわかんないですけど、こういう場所っていう風に、言われたんですけど、こちら。はい。これはね、僕、もともと前の会社がこの辺、前の会社のね、本社がこの辺にあったので、全然普通に読めるんですけども、お客さんの方が、ちょっと読み方がわかんないんですけど、立ちに売るにとかって言うんですよ。もう、立ちに売るって聞かれたら、もう僕は、いたち堀ですねって言うんですけど、これ、よう考えたら、いたち堀ってなかなか読めませんよね。これ、初めて来た人とかね。で、多分これ僕ね、いたち堀っていうのも、前の会社が、のね、本社があったから、知ってただけで、それまで全く知りませんでした、この地名は。はい。でも、いたち堀ですね。はい。で、いたち堀はよく、タクシー乗ってても、いたち堀はよく言われます。はい。で、初めてタクシーになった人とかで、この地名は覚えておいた方が、読み方は覚えておいた方がいいかと思います。いたち堀ですね。はい。次はですね、これもね、大阪の、南の方の近くにある地名なんですけども、これはね、読み方、漢字が難しいわけではないんですが、僕読み方全く別で考えてました。先ほどの川堀口と同じ感じです。はい、こちら。はい。これ僕は何の疑いもなく高津と読みました。はい。高津ではございません。はい。これは構図と読みます。で、この構図に関しては、お客さんによく僕は言われます。構図の交差点で降ろしてとか言われます。で、最初ね、構図って聞いて、構図ってどこかなって最初正直思いました。で、構図って入れてもこの高津っていう感じが思い浮かばないんで、ただこの高津っていう地名は、があるのは知ってたんですよ。千日前乗りのところに。でも、高津やと思ってたんで、構図とは思ってなかったんで、最初ちょっとびっくりしました。はい。そんな感じです。はい。で、次がですね、こちら。はい。これは、どうでしょうか。読めますかね。これはね、僕は北摂の方によく営業でね、営業というかタクシーに乗ってもね、よく回っていくので、この辺で、この辺でアプリが鳴ったりとか、この辺で降ろしてっていう方は意外と多いんです。特にアプリが鳴るパターン結構多いですね。はい。これはね、こもえと読みます。はい。これはもともと僕がね、先ほど前の会社の本社がとか言ってましたけど、僕の前の会社でこの辺を走ってたので、名前、地名として読めるんですけども、これも最初はコモエとはなかなか読めませんよね。はい。ね、ここにはね、あそこはエディオンやったかな。エディオンとかありますので、この辺で乗ってくる方結構多いですね、アプリでね。アプリが鳴ったらこの辺で、乗車っていうパターン意外と僕は多いです。はい。はい。で、あとはですね、ややこしいところですね。ややこしい読み方ってあります。はい。こちら。はい。これはですね、二つ、ある程度、めちゃめちゃ近いわけじゃないんですけども、似たような、大きく見ると似たような場所、似たような地区にありますね。はい。こちら、普通に寺にうちと書く地名なんですけども、これがですね、まず豊中市、であれば寺内町です。で、もう一つ森口市であれば寺内町と読みます。はい。これややこしいですね。同じ漢字で違う読み方。はい。で、同じパターンでこちら。はい。これはどうでしょうか。はい。これはですね、金田と書いて、金田町ではないんですよ。
これはですね、吹田市であれば金殿と呼びますね。よくあの南金殿町とかね、ありますけど、金殿と呼びます。これは吹田市です。で、もう一つは森口市。また森口市です。森口市でこの、漢字を見ると、これは金田町と読みます。難しいですよね。はい。この金殿の付近はね、アプリでよく呼ばれますかね、僕はね。はい。よくこの辺で拾うことはあります。南金殿の付近で。はい。これはまあ住宅からという形が多いんですけどね。はい。で、そうですね。他に同じようなところで言うと、森口市が連発してありましたので、森口市ではもう一つこういった地名もあります。はい。これも普通に見てたら何のも疑問もいただかないでしょう。藤田と、呼んでしまいがちなんですが、これは東田町ですね。東田と呼びます。はい。森口はこんな地名が多いですかね。なんか不思議な読み方をするところがね、多いですかね。まあこの北節走ってるとね、ややこしいとこありますよね。例えば春日町って言われちゃうとね、普通に春の日の、あの、町で書いてある春日町なんですけど、これね、吹田市にも豊中市にも似たようなところに春日町ってありますので、これはこの付近で春日町って言われたら、豊中市か吹田市か、まあ、聞いといた方がいいと思います。はい。まあこんなところですかね、僕がちょっと聞いてびっくりした、地名っていうのはね、あの、他にもいろいろあると思います。よく難読地名とかね、見てるとね、もっともっと、あの、いろんなところがあるんですけども、僕がタクシーに乗っててよく言われるっていうのはこの辺ぐらいかな。はい。まあ、あとは、四条縄手、これ僕の県外ではあるんですけども、四条縄手の方にこんな、あの、地名もありますね。これも初めて見たとき、昔この辺よく、あの、走ってたんですけど、読めなかった字、これね。これ読めないですよね。しとみやって読みます。はい。もう、こういう地名多いですね。はい。まあ、大阪に限らずね、もっともっと、あの、広げるとね、いろんな地名あります。僕の住んでる奈良県にもたくさんあります。はい。はい。最初見たらこれ、五瀬って読まないですよね、とか。これ、平城って呼ぶ地名があるのに、これ、山ついたら、奈良山って読むってこんなのも難しいですよね。これ奈良にもこんなとこあります。こんなんいろいろやってたらね、もう、キリがないんですけども、まあ、僕がね、タクシーに乗ってて、ちょっと苦労したところっていうのはこんなところです。はい。で、まあ、それでは最後に、こちらはね、僕がね、実家の近くにある地名なんですけども、兵庫県にある地名を、最後の問題として出して、今回の動画終わりたいと思います。これを読める方いますでしょうか。読める方コメント欄にお願いいたします。それではこちら、はい、これは地元しか読めないと思います。はい、読める方はコメント欄にどうぞ答えを書いてください。はい、というわけで今日はここまでです。はい、よかったなと思う方は高評価、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、またタクシーのことで聞きたいことあればまたメールなりコメント欄にしてください。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。トンクでした。さよなら。運ぶ風のね、時を